2024年1月3日、翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが、来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。翔平がマウンドへ上がります。そしてまさかのバウアーだった。一塁へダッシュ。はい、そしてこれもピッチャーゴロ。走る走る走る。果たして間に合うのか。はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回に引き続き翔平ズ対外試合後半戦の様子をお届けいたします。さあ、吉田君ね、フルスイングだったんですが、ボテボテのショートゴロとなってしまいます。すごいスイングだったんですよね。はい、そして久保スラー、これがサードゴロ。おお、バウンドカットとか打ってきましたね。お相手のサードナイスです。ツーアウトとなってしまいます。さあ、ここからツアーとかをね、作ることができるのか。クリッチ、これがフラッと上がった打球がショートフライとなってしまい、三者凡退でこの回は追加点ならずと。はい、そして前回のイニングから引き続きマウンドには吉田君が上がっております。前回のね、試合の様子は概要欄からチェックお願いします。そしてこれ、いいパスを投げるもデッドボールとなってしまい、ノーアウトのランナー出塁させてしまいます。はい、そしてこれ綺麗にお手本のようなセンター返し、弾き返されてしまいました。ノーアウトランナー1、2塁。ここでね、ピンチとなってしまいます。さあ、お次のバッター、これも合わされてヒットに。やばいですね、ノーアウト満塁となります。連打浴びましたね。さあ、ここからどう抑えていくのか。フルカウントからこれ外のボールを空振り三振。ナイスピッチ。いや、いいですね。はい、お次のバッター、はい、緩急で空振りを取っていく。まずはワンストライク、そしてボリッキー挟んで、これも緩急ですね。インハイの変化球かチェンジアップなのかな。そしてフルカウントでこれも三振。連続三振でツーアウト。ナイスピッチ。さあ、お次のバッター追い込んで変化球振らせる。ノーアウト満塁から三者連続三振で無失点。はい、そして一人でエアタッチしております。劇場っすね。ナイスピッチです。さあ、そして、選手たち、他の選手たちもみんなハイタッチしております。さあね、ピンチを抑えた後にはチャンスありか。ここで荒脇さんがフォアボールで出塁、そして一気にランナー三塁まで行っております。これ両平フルスイングしていくも、ボテボテ。ファーストはアウトまで、フルスイングセーフティースクイズとはならず。はい、ワンアウトとなります。さあ、先頭帰って田中君、これがセンターへのフライ、犠牲フライでは十分か。はい、サードランナー佐藤、そしてホームイン、犠牲フライで追加点となります。はい、これでね、終盤に点数を稼ぐことができました。さあ、お次のバッター、鹿島さん、これがサード面白いところに転がっているが、ファーストはアウト。ただね、この回終盤で点差を広げることができました。はい、吉田君がこの回もマウンドへ上がっております。はい、これピッチャーゴロ。おー、彼のプレーですね。まずワンアウト取ってからが早い。ナイスピッチ。さあ、お次のバッター追い込んで、おおお、どっかで見たことありますね。さあ、このボテボテ三塁線に転がった当たり、これもすぐにファーストに送球するが、これがそれてしまう。必死の送球もそれて、ランナーは二塁へ向かっております。ピンチとなります。さあね、ただね、ここまでピンチ抑えております。超ピンチついてますよ。はい、三振、ツーアウト。はい、そしてこれをサードへ転がった打球、おピッチャーが取る。そしてファースト送球、おお、ファーストナイスカバー。補足戦いいっすね。スリーアウトとなります。この回も無失点。ナイスピッチ。守備も良かったですね、この回。はい、先頭は村岡さん、さらに点差を広げることができるか。ただこれは引っ掛けてしまい、セカンドゴロとなり、ワンアウト。はい、そうですね、お次のバッターは柏崎さん、これ打った、いい打球だが、サードががっちりと掴んでファースト送球、ツーアウトとなってしまいます。お次のバッターは岩島る、おっと、これは高橋由伸さんか。
はい、フルスイングいいですね。吉野さん張りのフルスイング。さあ、おっと、打ち方が変わったと。これはクロマティだ。おお、バット短く持っている。そしてボードも振って、あっという声が聞こえましたね。絶対にクロマティからは聞こえない声だと思います。続いての、はい、ご指名はゴジラ松井さん。あいっと、あいっと言っておるような感じがします。さあ、どんなバッティングを見せてくれるか。おっと、ゴジラ張りの豪快な自打球を当てております。いや、これは痛そうですね。当たりましたね、痛いところに。さあ、そして続いては小笠原さん。これはお箱ですね。おっと、来るか来るか。はい、ここでピンときた。似てますね、このテイクバックからフルスイングから。こんなね、打球が飛び出ました。はい、結局スリーアウトとなってしまいます。そしてこの回から翔平がマウンドへ上がります。さあね、もう対外試合もねラストというところで、この日はマウンドに上がっております。そしてね、乱視のためキャッチャーのサインが見えないというところで、メガネをかけての登板となります。そしてバッテリーを組むのは柏崎さんとの中学生の時の同級生バッテリーとなります。これは非常に楽しみです。気温も低い中ね、寒い中ですからね、肩には気をつけて投げていただきたいところ。さあ、どんなピッチングをしてくれるのか。初球は外から入って、これは、はい、ストライク。丁寧にね、アウトコースでストライク。そしてね、返球ちょっとそれてしまいましたね。はい、でもまず、初球ストライク取ることができました。はい、お次のボール、これ打たせていって、サードジャンピングキャッチ。はい、ナイスキャッチです。ワンアウト取って楽になったか。ただここはスリーボールとなっていて、いいパスを投げるが、これが外れてしまうフォアボールね、ランナー出してしまいますが、この後ね、しっかり押されば大丈夫ですから。さあ、追い込んで、これ窮屈なスイングをさせて、ピッチャーゴロ。ワンバン、そう、おーおーおー、危ない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 。これね、タイミング的にもしっかりとアウトとなっております。さあ、ツーアウト。はい、これ打たせていって、ちょっとね難しいバウンドでしたが、はい、荒木さんしっかりとさばいて無失点で抑えております。ナイスピッチ。はい、ね、このままね、さらに攻撃につなげていきたいところで、無失点ピッチングの翔平からとなります。さあ、ワンボールとなって、これ打ちに行ってしまう。ただこれね、落としてるんですが、走っていなかった。はい、ということは、はい、ベンチからね、バッシング上がっております。はい、皆さん打ったら走りましょう。どんなにねアウトだったとしても、走れば何かあるかもしれないです。はい、そして宝石さん、これがね打たされてしまい、ファーストゴロ、ツーアウトとなります。ツーアウトから出ることができるか。先ほどね、1打席目いい当たりがあった三浦さん、これをね、いい打球なんですかね、ちょっとね、左切れてしまいました、ファール。さあ、追い込まれて、うまく合わせていって、これがフラフラと上がった打球がセカンドの後ろに落ちていく。三浦さん2本目のヒット、ナイスバッティング。さあ、ツーアウトからランナー出ました。さあ、今日はずっとフルスイングの吉田君、これもフルスイング、フラフラと上がった打球、ちょっとねピッチャー正面とかぶってしまいましたかね、落としてしまい、そしてこれ、はい、ランナーは三塁ストップだが、バッターランナー吉田君は一気に二塁へしっかりと走っています。さあね、ツーアウトだからランナー二三塁のチャンス、これ久保すら大久保君レフトに打ち上げてしまい、スリーアウト。チャンスもね、追加点とはならず。9回のマウンドにも翔平が上がります。まず先頭、はい、インコースね、ストライク取っていきます。点差ちょっとね少ないですからね、3点差なんで。はい、これ外のボール、空振りを奪う。そしてこれ、フラフラと上がった打球が、これはねちょっとフェンスの奥となってしまい、ファールです。さあ、フルカウント、ここでまたいいパスだが、これも外れてしまう。ここにちょっとね、いいパス決まんなかったんですかね、ちょっと指先近かったのかもしれないですね。さあ、ノーアウトのランナーを出してしまいます。低めのボールで空振りを奪っていきます。さあ、追い込んだ、
ここで空振りを三振。ここでね、まずワンアウトとなります。はい、お次のバッター、はい、これもね、ちょっと2ボールでストライクとなります。お次のボール、はい、これインコースにツーシームかな、ナイスボールです。さあ2球で追い込んで3球目、はい、今度いいパス、いいところ行ったんですが、これが三塁線抜かれてヒットとなってしまいます。さあランナーがね、曲がってホーム向かっていく、これがタイミングはアウト、そうだがちょっと送球されてしまう、これがタイムリーとなって1点を失います。まあでもね、まだ2点差ありますから、ここをね抑えていきたいところ。お次のバッター、これはいセカンドゴロ、アラブスがしっかりとさばいてツーアウト、ランナー三塁ながらツーアウト、こう打ち取れるか、これピッチャーゴロ、翔平走る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 、バウアーかな、バウアーダッシュでスリーアウト目奪います。最初失点で抑えております。さあ1点取られたら取り返したいところで、先頭クリッチ、これショート弾いてる間にクリッチがダッシュ、ファーストはうわセーフか、セーフ、しっかり走ってファーストセーフ、そしてここでクリッチがスタートを切って、さあこれがねドンピシャ送球なんですよね、アウト、そして走塁もナイススローでアウトとなってしまいます。これは追い手のキャッチャーナイスイニングでした。さあ荒牧さん作り直したいところ、これいい打球です、いい打球がレフトだった、はい追いついております、ツーアウト、ツーアウトから出ることができるのか、ここで両辺セーフティーを仕掛けていく、ちょうどいいところに転がったか、ファーストはセーフ、ちょうどいいところに転がってくれました、セーフティー成功でツーアウトから出塁となります。さあ、ね、このランナー返せるか、両辺がスタート、そしてセカンドはセーフ、ただこれねちょっと滑らないとダメですね。そしてね、これ隠し玉しようとしてるんですけどね、さすがにあのクロスウェブじゃ分かりました、はい大丈夫でした。さあチャンスになったが、こう田中君の打球がおっとちょっと高速したが大丈夫か、まあではね、しっかりと送球されてしまい2アウトとなります。この回得点ならず。さあ翔平走ってこの回もマウンドへ上がります。時間があるので、ね、10回も行っておりますね。はい、まず先頭空振りを奪っていきます。さあお次のボール、ちょっとボール打たせてサード、どうだどうだどうだ、おお、ナイスプレイ、いいですね、田中が動けてますね。さあお次のバッター、はい初球ファールでストライクを奪っていく、いいですね同級生バッテリー。さあお次のボール、ちょっと内に入ったが、これフラッと上がった打球がサードフライ、ツーアウト、いやいいですね、ポンポンと打たせて取るピッチングでツーアウトを奪っております。時間的にねちょっとねこの回がラストかなっていうところで、ここでいいファスを打たせる、そしてピッチャーゴロ、翔平走る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 、ただ間に合わないと、でもねツーアウトは奪えました。ちょっとね2度目のバウアーはできませんでした。はい、そして試合終了、3対1で勝利しました。パーフェクトフリーズさん、対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。先に MVP を発表したいと思います。おお、 MVP は自分だと思う人。2回連続もらいに行くな。あげればもらえる。いや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 、自分だと思う人いますか。なんか木村拓哉みたいにキャッチャーいないと。いや今日は、まあ1人、いいプレーをして、ツーベースを打って、いい投球もして、頑張った田中君に、おポットで初参加で MVP、ありがとうございます。あ、はいはい、まあ、これで翔平入団ということで、次からもまた来ていただけるという飛び約束ということで、よろしいですか。手形の手形の、まあ、はい、頑張ります。次ですか。いいですか。時間があれば。はい、時間があればお願いします。皆さん、何か意義ありますか。中身あとは内密に教えますね。見して見して見して。中身 TV のサインボール。見して見して。どうぞ。ブラシ。ブラシ。ブラシです。汚れ落とし用のブラシです。汚れ落としのブラシ。はい。うん。石鹸、歌丸石鹸、歌丸石鹸、まず特殊しよう。はい、
野球道具ならスッキリクロス。はい。スーパーマルチクリーナーオイル4。わあ。ということでこれ良平が、あれです。良平が選んだこの。グローブお手入れあのバッティング関係ないけどまだ最後ね、めっちゃサードのいいプレーしたんで、まあ、やっぱはい、もう趣味には誰よりもこだわりを持ってますなんでまあこれまたね、参加していただいて今日ありがとうございました。ありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。